新コーナー森ひな日記。9月7日火曜、多分お天気はまあ曇りかな、まあ曇りでしょうね。ですね、最近やっと私が仲良くしてくれる、仲良くしてくれるというか何でも話せるお仕事仲間の女優さんができましてですね、お寿司を2人で食べに行ったんです。でちょっとお姉さんというか、まあ、年上なので連れてってもらって、で、まあ、多分いいとこなんですよ、まあ、回らないお寿司なわけですよ。そこに多分ね、人生で2回目かな、私回らないお寿司に行って、まあ私ね、わさびが苦手なんですよ。でちょっと言うの恥ずかしくて、わさび抜きでってこんなお子ちゃまが来たのかって思われる、そう思ってその相談したんです。わさび抜きちょっと行ってもらえないって。そしたら自分で言えって言われてね、その女優仲間なので、私は手を挙げて行ったんです、わさび抜きでって。そしたらそんな方も来るんですねって言われました、という簡単なプライベートのお話。9月7日火曜、森ひな日記でした。じゃあねー。